第4章真剣第1節総則真剣者第818条青年に達しない子は父母の真剣に服する。第2項子が養子であるときは養親の真剣に服する。第3項真剣は父母の婚姻中は父母が共同して行う。ただし父母の一方が親権を行うことができないときは他の一方が行う。離婚または認知の場合の親権者第819条父母が協議上の離婚をするときはその協議でその一方を親権者と定めなければならない。第2項裁判上の離婚の場合には裁判所は父母の一方を親権者と定める。第3項この出生前に父母が離婚した場合には親権は母が行う。ただしこの出生後に父母の協議で父を親権者と定めることができる。第4項父が認知した子に対する親権は父母の協議で父を親権者と定めたときに限り父が行う。第5項第1項第3項または全項の協議が整わないときまたは協議をすることができないときは家庭裁判所は父または母の請求によって協議に代わる審判をすることができる。第6項この利益のため必要があると認めるときは家庭裁判所はこの親族の請求によって親権者を他の一方に変更することができる。第2節親権の効力看護及び教育の権利義務第820条親権を行う者はこの利益のためにこの看護及び教育をする権利を有し義務を負う。居所の指定第821条子は親権を行う者が指定した場所にその居所を定めなければならない。懲戒第822条親権を行う者は第820条の規定による看護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる。職業の許可第823条子は親権を行う者の許可を得なければ職業を営むことができない。第2項親権を行う者は第6条第2項括弧未成年者にまだ営業に耐えない自責がある場合括弧閉じの場合には全校の許可を取り消しまたはこれを制限することができる。財産の管理及び代表第824条親権を行う者はこの財産を管理しかつその財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただしその子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には本人の同意を得なければならない。父母の一方が共同の名義でした行為の効力第825条父母が共同して親権を行う場合において父母の一方が共同の名義で子に代わって法律行為をしまたは子がこれをすることに同意したときはその行為は他の一方の意思に反したときであってもそのためにその効力を妨げられない。ただし相手方が悪意であったときはこの限りでない。利益相反行為第826条親権を行う父または母とその子との利益が相反する行為については親権を行う者はその子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。第2項
親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者はその一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。財産の管理における注意義務第827条。親権を行う者は事故のためにするのと同一の注意を持ってその管理権を行わなければならない。財産の管理の計算第828条。子が成年に達したときは、親権を行った者は遅滞なくその管理の計算をしなければならない。ただしその子の養育及び財産の管理の費用は、その子の財産の収益と相殺したものとみなす。第829条。前条正し書きの規定は、無償で子に財産を与える第三者が反対の意思を表示したときは、その財産についてはこれを適用しない。